皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。実は長年ご無沙汰しておりますライブ配信にチャレンジしようと思います。しかも高画質ハイクオリティということで、今回から岡チャンネルライブ配信ができる環境作りをしていきます。第1回のテーマは音。コンデンサーマイクやオーディオインターフェースを導入してクオリティが高い音を収録できる環境を整えていきます。マイクは登場しませんが、見ていただけると嬉しいです。それでは暇つぶしにご覧ください。岡チャンネル、皆さんこんにちは。最近映像のクリエイティブがめちゃくちゃ楽しいスタントライダーの岡です。はい、ということでですね、最近映像を編集すること、映像撮影すること、ナレーション撮ること、いろんなことにですね興味を持ち始めています。はい、まあリスナーの方にはだんだんこう気づいてくれている方いると思うんですけども、多分今年に入って2月ぐらいからですね、映像の品質が結構変わってきたと思います。編集の仕方とか音楽の使い方とか音の編集とか、あとはねナレーションなんかもねし始めましたよね。動画の冒頭で、皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です、今日は林道部のみんなと一緒に林道ツーリング楽しんでいこうと思いますみたいなね、動画の冒頭でね、そういう、まあ、自分でこうナレーションを入れたりとかしてるんですけども、最初はですね、本当にこう撮った動画にちょっとテロップを入れて面白くするぐらいの、まあ、クリエイティブだったんですけども、最近はですね本当にいろんなことに、興味を持って、いろんなところを少しずつですねレベルアップさせてますね。例えば、映像だったら、まあ、こういうねガレージ内の撮影だったらね、一眼レフのカメラを使って、一眼ミラーですかのカメラを使って綺麗に映像を撮ってみたりとか、あとはねスライダーとか、ジンバルとかね、手ブレがあんまり起きないようなね、そういう機材なんかも、使って撮影をしてます。はい、であと音楽ですね、音楽もなるべくこう見てる人が気持ちいいような音楽を選曲したりとか、あとは音量のね調節をこううまくして自然にこう、動画を楽しんでもらえるようなね、そんな配慮をしつつ動画編集を最近行っているつもりです。はい、で、ここに来てですね、ナレーション、ここのちょっとクオリティ上げていきたいなということで、いろいろ機材を買ってきました。まあ通販で買ったんですけども、それがですねこちらです。じゃん、オーディオテクニカのコンデンサーマイクです。で、まだあります。じゃん、オーディオテクニカのモニターヘッドフォンです。はいね、でまだあるんですよ。最後じゃん、オーディオインターフェース。オーディオインターフェースと呼ばれる、まあ音を管理する、まあ機材ですね。正直ですね、僕も全くの素人なので、結構、なんていうのかな、ガジェット系というかカメラ系、撮影系、音響系みたいな、まあ、そういう機材のレビューを、する、まあ、YouTuber がいらっしゃるんですけども、まあ、そのサッさんとか、ギュイン徳川さんとか、その辺のですね、動画を参考に僕ね、これ買いました。はい、ね。正直ね、僕が使いこなせる機能って本当ごく一部で、本当に少しの機能しか使わないんですけど、本当にねこの機材が、どんな機能があるのか詳しくはですね僕は解説できないので、牛院徳川さんの動画がねめちゃくちゃ分かりやすいので、そちらを参考にしてくれるとね、この機材の良さがね分かると思います。はい、ということで今日はねこれらの、マイクだったりヘッドフォン、あとオーディオインターフェース、この辺を僕のパソコンに、セットアップして、で実際にどこまで僕の声がナレーション撮りが品質が上がるのか、ちょっとねやっていこうと思います。はい、これはね僕の完全な趣味です。はい、なのでいつもねバイクの動画とはちょっと違うんですけども、まあもし、ね、興味があればこの僕の暇つぶし動画に、お付き合いくださいませ。岡チャンネル、
はい、そしたら早速開封していきます。まずは、ミキシングコンソール、まあ、オーディオインターフェイスなんていうね風によく言われてますが、このヤマハの AG03 から開けていきたいと思います。はい、この説明書が入っております。本体がじゃん、これが AG03 ですね。白くてなんかめちゃくちゃかっこいいですね。メカメカしくて、うん、でいろいろつまみとかボタンとかあるんですけども、僕はですね詳しく解説ができません。はいね、まあ、ここにねマイクの入力があって、音量調節してゲインコントロールしたりとか、まあそれぐらいですね、うん、で本当はね楽器につないで、音をミックスしたりとか、まあ、いろんなことができるんですけども、僕は基本的に、コンデンサーマイクを録音したいっていうね、あとはまあライブ配信の時とかに、まあ、音をこれで管理するっていうね、それぐらいにしかまあ使わないんですけども、もしねこの機材に興味ある方、他のね、YouTube の動画でたくさんね、素晴らしい解説してる動画あります。はい、なのでそちらの動画の方をぜひ参考にね、してみてください、興味ある方はね。はいね、でこれが、まあ、音を、まあ、一番こう管理する心臓部分になる、ところですね、うん、僕だったらここにこうコンデンサーマイクから音を入れて、でここで音量調節してパソコンに送ったりとか、あとはパソコンからこう音楽をここの機材に入れて、音楽と僕のコンデンサーマイクの声を調節して、それでこうまた、パソコンの方で送り直して音を、録音するとか、そういう風に本当にそのオーディオ音、そういったものをコントロールする機材ですね。はい、これが、ね、一応心臓部分です。はい、そしたら次の機材開封していきます。はい、そしたらね次これ開封していきます。オーディオテクニカの AT2020 っていうコンデンサーマイクですね。はい、普通のマイクよりね多分かなり綺麗に音声を取れると思います。はい、ただコンデンサーマイクなんでオーディオインターフェースがないと、音をですねちゃんと収録できないということで、さっき紹介したね、AG03 を買いました。はい、これがマイク本体です。おー、すげー、超すげー、ピント合ってるかな、めちゃくちゃかっこよくないですかこれ、本格的だわ自分が思った以上になんか迫力のあるマイクが届いてびっくりしておりますね。これでね多分ねめちゃくちゃいい音取れますよ。はいね、そしたら次いきます。はい、で最後に、モニター用のヘッドフォンですね。はい、これも、オーディオテクニカさんの買いました。おー、なんか素敵だな。わあ、おしゃれ。上にこうオーディオテクニカってこう入ってますね。結構なんかスタジオとかでさ、なんかディレクターっぽいとかさ、ね、片耳でこうやってね聞いてるシーンあると思うんですけどね。そういうためにこう多分触れるようになってるんでしょうね、おそらくね。うん、本当かどうかわかりませんが、はい、ということで、このね、4つの機材。ね、マイクとオーディオインターフェース、ヘッドフォン、あとコード、それらをパソコンにつないでいこうと思います。で、あとは音がどんな風に撮れるかめちゃくちゃ楽しみです。おかチャンネル。テスです。出ません。音が出ません。テスです。
あということで音がまだ来ません。うん、多分ね、なんかいろいろドライバーとかソフトとかインストールしないと動かなそうなので、ちょっとその辺を調べつつ動くように頑張っていきたいと思います。おかチャンネル、皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今回はヤマハの AG03 オーディオインターフェースと、オーディオテクニカの AT2020、 さらには、ヘッドフォン、モニターヘッドフォンの、使ってオーディオ関係のアップデートをしております。はい、かなりねいい機材を入れたので、音質かなりねクオリティ上がってると思いますが、皆さんどう聞こえますでしょうか。それではねチェックしていきましょう。おかチャンネル、はい、ということで、やっぱりねその G99 プラス、ロードの、ビデオマイクロの方だとやっぱりこう反響音があって、ちょっとね広い場所で音取ってるねみたいなね、そういう、印象だったと思います。それに比べるとこちらね、オーディオテクニカの AT2020 で撮ってる方は本当にねスタジオで撮ってるようなリアルな生な、声がね再現できていたかと思います。はいね、これだけ違うんですね。はい、ということで、今後はですね、ナレーションは、主にこれを使っていこうと思います。はいね、であとですね、今あのライブ配信もちゃんと環境を整えていこうと思っていて、でライブ配信なんかでもこのマイクを使ったライブ配信、あとは、今撮っているこの G99 ですね、このカメラを使ってのライブ配信、そういうのもチャレンジしてみたいなと今ね、考えております。はいね、環境が整い次第その辺もチャレンジしていきます。それと、今回ねこうやって今手持ちで、オーディオテクニカの AT2020 持ってますけれども、本来はマイクアームも一緒に頼んでたんですよ。ただ今回ね、ずっと2ヶ月ぐらい待ったんですけど来なくて、さすがにちょっと痺れ、切れたのでマイクアームの方をキャンセルして別のね、マイクアームを、再注文、しました。なのでそのマイクアームが来たらまたね、このマイクをセットアップして、このマイクがね空中に、まあ、あのよくねこうやってアームがあってこうやってねマイクがあるみたいなね、あのスタジオですよね、だから、そういう感じの、本当にもう配信スタジオですね、編集スタジオ、配信スタジオ、録音スタジオ、さらには撮影もするみたいな、だからもうスタジオですよね。うん、そういうなんか見た目に、今後ね変わっていくと思います。はい、ということで今回はオガチャンネルガレージのこのスタジオエリアの、音響関係をねアップデートしてみた動画でした。またね。